ターラントは、イタリア共和国、プッリャ州南部にある都市で、その周辺地域を含む、人口、約20万人の基礎自治体。ターラント県の県都である。南イタリアでは、ナポリ、バーリに次いで3番目に、大きな都市である。ターラントは重要な軍港と商業港を有し、製鉄所、石油生成工場、化学工場、造船所、食品加工工場等が存在する。 また、ターラントは1940年にイギリス軍のタラント空襲があったことでも有名である。タラントは標準イタリア語で、タラントと発音される。ターラント県中部に位置するコムーネ。ターラント湾に面した港湾都市でブリンディジから西南西へ約6 2トル、州都バーリから南南東へ約7 9トルコゼンツァから北東へ、 1> 約1 5 5キロメートルナポリから東南東へ約2 5 5キロメートルの距離にある。コムーネは多数の飛び地を抱える。ターラント県外略図隣接コムーネコムーネ本体に隣接するコムーネは以下の通り。飛び地により以下のコムーネに隣接する。BR はブリンディ事件所属を示す。ターラントギリシア時代の遺跡ターラントの歴史は古代。 ギリシアの植民地が置かれた紀元前8世紀まで遡る。スパルタからの植民者はこの街を神話の英雄ターレスにちなんでターレスと呼んだ。古代ギリシア時代には都市は半島の位置にあり東はネクロポリスであった。現代の都市はそれらの上に拡張されている。紀元前3世紀初頭マグナ・グラエキアのギリシア人たちは 北方から勢力を拡大するローマと対立した。紀元前282年、ターラント湾を航行するローマ戦団への攻撃を理由として、ローマはターレスに戦線を布告した。これに対し、ターレスはエペーロスのピュロス王に支援を要請。ピュロス王は大軍をイタリア半島に送り込み、ピュロス戦争が展開された。紀元前272年、ターレスは ローマによって占領された。ローマ人はローマからアッピア街道をこの街まで伸ばし、この街をタレントムと呼んだ。二つの湾があるため、ターラントは二つの海の都市とも呼ばれることがある。マーレグランデの商業港はイオニア海のターラント湾に面し、西にあるサンピエトロ島とサンパオロ島という二つの小島に守られた位置にある。 反対側のマーレピッコロの港は古い都市により発展し漁業が盛んである。マーレピッコロにある軍港は戦略的に重要なため19世紀の終わりに港に戦艦を入れるための運河が半島を横断して掘られて古代ギリシア人の町は島になった。本国では南北の経済格差が社会問題となっており、馬能に計画をもとに第二次世界大戦後、 南部開発と経済発展を目的として臨海部に鉄鋼コンビナートが建設された。現在のターラントは中央の島の旧市街、東の新市街、西の工業地区の3つに大きく分かれている。ターラントには以下の分離集落がある。ありがとうございます。